崎を京都で打つ NF1 ナイトジャズオーケストラ、よろしくお願いします。1曲目ドンキスタッシー、ドンキスタッシー、バラエティ豊かなソリストいっぱい出てきます。どうぞお楽しみください。
叩きを京都で打つ、MF ワンナイトジャズオーケストラ拍手ありがとうございます。1曲目、Don't Get Sassy, Don't Get Sassy、並びに Blues in Frankie's Flat, Blues in Horse Flat とも言いますね、2曲続きで、天国のカウントベーシーも真っ青の、ね、になるような曲のつなぎ方でしたねはい、ということでやってまいりました NF ONE NIGHT JAZZ ORCHESTRA です。ソリスト紹介とかはいいですよね。もうあの ONE NIGHT JAZZ ORCHESTRA 言うとるぐらいで、ほとんどがね、今日この場で初めて、会ったような人たちで、お送りしております。そんな、バンドでございま す, です、ね、はい、ではどんどんいきましょうかね。今日はダークブルーノート、ダークブルーノートということで、あの一応意識して、あのお家にあったシャツで一番ダークなあの服を着てきました、ね、俺が一番ダークだって、そのつもりで今日はやっていこうかと思います。よろしくお願いします。はい、話が長くなりましたね。でさっきのブルーズインフランキー、まあ、フランクフォースターのお家でブルースって曲なんですけどね、ちょうどいいですね、熊の寮にぴったりでね、人のお家で勝手にブルースしてるみたいな感じがすごくいいんじゃないでしょうか、ね。まあ、当然ながら私も初めて、熊の寮足を、踏み入れたわけですけど、なんかすごいですね。ここで4年ぐらいの年をもし過ごしてしまったとしたら、普通って何なんだろうなっていう感覚が多分鈍っていくような、そんな気がしました。そんなところにも影響を受けながら演奏やっていきたいと思います。お願いします。はい、男の長話はやめた方がいいとね、あの実家のおばあちゃんに言われたことがあるので、そろそろ次に行きます。2曲目、イスハハン、イスハハン、合ってます？イスハハンです。我々の誇る、素敵なアルトサキスフォニスト、三村和樹を お迎えして聴いていただこうかと思います。よろしくお願いします。イスハハン参ります。
ポさん、和樹光村、オン、アウトサクスフォン、ありがとうございます。 NF ワンナイジャーズオーケストラお聴きいただいております。何ですか、文句があるならご自身で行動に移していただければと思います。はい、今日これ出演するということで、リハーサルであったりだとか、今日この場に来るまでに、京都駅なり河原町、京都河原町なりを通ってきたんですけど、べらぼうに人が多いですね。本当に人が多いなと思って、まあでもこれ一重に地球上に人が多すぎるのが原因であると思うので、本当に SDGs とか言うならまずはちょっと人類、人間の数を考えた方がいいんじゃないかな。どうですか、これぐらい尖った MC は。熊の両向きかなと思ってます。違いましたか、すみません、はい、違いましたね、はい。皆様に私の声は届いておりますか、大丈夫ですか、はい、届いているのであれば、次の曲なんですけど、ちょっと最初皆さんにもちょっと参加してもらおうかななんて思って、なんかしちゃったりなんかしちゃったりしています。次の曲、ギターアモー、ギターアモーという曲なんですけども、冒頭部分、いわゆるイントロダクションですね。冒頭部分、一人また一人とメンバーが増えていきます。メンバー増えるたびに皆様よろしければ拍手パチパチパチと、拍手って分かります、大丈夫ですか存じ上げてますか、はい、分かりました。一人増えるたびにちょっと拍手いただければなと。例えば、例えば、こんな感じでいきます。優作、優作、今村、オンドラムスカモンチャチャチャみたいなことを言うんで、そういったら皆さん行きましょうか。念にはね、もう、はい、行きましょう。ちょっと拍手のタイミングお願いしますね。はい、優作、今村、オンドラムスカモンチャチャチャ。やっぱり反応というものは、それが良いものであろうと悪いものであろうと嬉しいですね、はい、という感じで、一人また一人と増えていきますので、皆様、どうか私が誰誰なんとかチャチャチャと言ったら、ぜひ拍手で出迎えてあげてください。よろしくお願いします。ということで、ギターアモール参りましょうか。では、早速いきましょう。優作、今村、オンドラムスカモンチャチャチャ。
晴らしい、素晴らしい、夏見宮崎オンバイトサクソポン拍手ありがとうございます。ワンナイトジャズオーケストラ次の曲で最後なんですが、ちょっと一つだけお話をさせてください。私にはですね、あの108個夢がありまして、その夢のうちの一つが、教え子と共演するっていうのが一つ夢だったんですけど、あの教え子って何かっていうと、私あの週に17時間外国語を人前で喋るという仕事をしてまして、あのその時の前 の職場といいましょうか、前に仕事してた場所で教えてた子が今日なんと僕たちのこの後に出演することになってまして、あのトロンボーンの増木君という子なんですけども、はい、あの夢が叶う嬉しさと夢が一つ叶ってしまったという寂しさを胸に最後の曲お聴きいただこうかと思います。ただまだあの我々の夢は終わりません。これから始まっていきます。はい、江戸の敵を京都で打つ NF ワンナイトジャズオーケストラ、次が最後の曲です。短い時間でしたが、どうもありがとうございました。では最後は皆さん大好きロッキンリズムで、お送りしましょうか。ではよろしくお願いします。Thank you.
ジャズオーケストラお楽しみください。